マニラメトロレールトランジットシステム7号線、または MRT-7 線は、フィリピンのブラカン州及び、マニラ首都圏で建設中のマニラメトロレールの路線である。路線は、計1 4駅で、全長 22.8km となる。ブラカン州産ホセデルモンティのサンホセデルモンティ駅から、マニラ首都圏ケソン市のノースアベニュー駅までを結ぶ。 フィリピン官民連携センターのウェブサイトによると、このプロジェクトは2020年1月15日の時点で50.69%進んでいるとされている。このプロジェクトの費用は、推定で1.54億ドル、または62.7億フィリピンペソとなる。サン・ミゲルの子会社、ユニバーサル・ LRT ・コーポレーションは、2008年にフィリピン運輸通信省により MRT-7、 1000の建設業者に選ばれた。SMC は、現代、ロテムと AE のコンソーシアムを道路線の設計、調達及び建設受け負業者とした。これは現代ロテムのターンキー案件では、海外初となる。フィリピン財務省は、2014年に MRT-7000 の金融保証条件を発表し、2016年2月に、決算が完了した。このプロジェクトは、 フィリピン官民連携を介して開発され、総費用は62.7億フィリピンペソとなる。路線は14駅、全長 22.8km の高架鉄道となる。また、このプロジェクトには、キタルソン高速道路のボカウー IC から、サンホセデルモンティ駅付近にある、インターモーダル交通ターミナルまでの全長、約 22km を結ぶ高速道路の建設も、含まれている。 起点は、ブラカン州産、ホセデルモンティのサンホセデルモンティ駅から、マニラ首都圏ケソン市のノースアベニュー駅までを結ぶ。車両基地は、ケソン市内に設置される。コモンウェールス通りでの建設の様子2016年2月に土壌調査が行われた。2016年4月20日には、非公式が行われ、当時大統領だったベニグノアキの賛成が出席した。 アーサー・タゲード運輸長官によると、MRT-7000 は2019年第4、四半期までに完成する予定となっている。2017年8月15日に着工し、ケソン市のコモンウェルス通りと、霧の高速道路では、車線規制が行われた。この影響により、同道,道路にて、交通渋滞が発生した。また、ノースアベニュー駅とケソンメモリアル駅の建設において、 影響を受けるスクウォッターは、ナ内、リサール、ブラカンに移された。2017年10月7日に、バタサン駅の起工が行われ、2017年11月現在、ケソンメモリアルサークルの地下で、掘削作業が進行中である。また、2018年1月22日には、ノースアベニュー駅と線路の建設が開始された。2019年1月には、 エリプティカル道路及びケソン通りでの掘削工事が原因による深刻な交通渋滞を引き起こしたとして、マニラ首都圏開発庁は永遠に対し2万5000フィリピンペソの罰金を課した。当初、2020年に全区間が開通する予定であったが、土地収容問題などで着工が大幅に遅れているため、サンミゲルとフィリピン政府は2021年までに一部区間を 優先して開通させることで合意した。なお、2022年に全区間が開通する予定である。土地収容問題で車両基地の建設が延期されていたが、2019年11月26日に着工された。建設地は計画当初のブラカン州産、ホセデルモンティからマニラ首都圏家ン市へ変更された。産業編成36本を導入する。 現代、ロテムは4億4020万ドルの契約を受注し、車両のほか、信号、通信、電気といった各設備も同社が担当する。現在、108両全てが完成しているが、車両基地が利用できないため、韓国から調達することはできない。ありがとうございます。